おはようございます。今日ここ泊まってるところから徒歩10秒のビーチサイドです。アラハビーチっていうところのビーチサイドに、昨日から、泊まっていて7泊かなします。で、朝日の出が7時とかだったので7時から7時半でいつも6時半からやってるストレッチクラスをここでやって、その後8時から8時半で、筋トレクラスをここで布を引いてやって、で今戻って朝ごはんを作って戻ってきて今から食べるだけっていう配信です。YouTube でライブ配信するからチャンネル登録してねってめっちゃ言ってたのに、今 YouTube で配信しようとしたらできませんってなって、あれなんか許可とかなんかいるんですか？有料なんか誰か YouTube でライブ配信ができない理由は何なんでしょう。なんかウェブカメラとかを使うんだったらできるよみたいな感じで出てきちゃってできなかったんですよね。どなたか知ってる方教えていただけると嬉しいです。うん、お久しぶりです。でお元気ですか？なかなか多分東京に、あ、違う、間違えた、姉さん、なかなかね、なんか去年、一昨年めっちゃ会ってた人とか去年全然会えなくて、今年も全然会えなくて、携帯は1000人いったらできますよ。あ、そういうこと？フォロワーが足りないってこと？あ、チャンネル登録者数が足りないってこと？なるほど、そういうことなのか。あれみたい、なんだっけ、 TikTok みたい。 TikTok もなんか秒数決まってるよね。うん、なになおはようございます。見えます？私邪魔だよね、私いらないよね。アラハビーチっていうところ、沖縄のアラハビーチっていうところいて、ちょっとね、あの辺、あ、何、どうしたらいい、この辺白いじゃないですか、これビーチなんですよ。入れないんだけどビーチで真っ白、めっちゃ綺麗で海、今遊泳禁止で入っちゃいけませんよっていうロープが張られてるんですけど、でね、周りはこんな感じ。ここでさっき、ストレッチと筋トレを私は独り言のようにズームでやってました。実際一人じゃないんですけどズームだから一人な感じがしちゃいますね。西野さんを見習って今日はお蕎麦です。あ、見えない、あれ、温かいお蕎麦を作ってきて持って戻ってきた感じです。いい景色ですね。いや本当にそうなんですよ。うん、天気がめっちゃ良くて、昨日ちょっと天気悪かったんですけど、今日から24までは天気がどうやらいいらしいので、天気がいいうちはなるべく海の映像とかを届けられたら、自然の映像を届けられたらいいなと思っています。ちなみに明日は、あ、まだ電話してないから予約取れるか分かんないんですけど、ガンガラの滝だなというところに行けたら行こうかなって思ってます。私が今いるところはチャタンって言って、那覇からねだいぶ上に上がったところなんですけど、わかるかな、ちょっとね見えないか、観覧車とかがあるのわかります、この辺、なんだっけ、
アメリカンビレッジっていうのがすぐそこにあって、今日は夜のオンラインクラスまでやることが1日あーめっちゃ高い何にもないので、まあ、自転車を借りてこの辺りをサイクリングするか、でも歩いてもいいか、歩いてそれこそアメリカンビレッジの方までこの海岸沿いを歩いたりしよっかなランニングウェアとシューズも持ってきているので走ることもできるんですけどと思っています。食べながら話すのめっちゃむずい。私の YouTube で昨日沖縄初日がどんなだったかどうかは、Vlog が上がっています。まあまあなんかね大変な一日でした。ね、スーパーに自炊をね、11泊するんですけど全部自炊ができるところを取ったので2カ所ホテル移動するんですけど、自炊できるところを取っているので全部自炊をします。今日も今自分で作りました。今日の夜ご飯何作ろう、今日の夜ご飯何がいいと思いますか。沖縄なんかこの近く多分ビーチサイドだからか分かんないんですけど、なんかね野菜一つにしても豆腐とか納豆とかにしてもなんかね割高なんですよね、うちの近所より、まあでも外食よりも安く済むからまあ買いましたけど卵とかちゃんと 10個入ってるやつとか買ったんですけど、なんですかね、ちょっと高かったな。あとやっぱり沖縄とはいえちょっと寒いカレンさん遊びに行きましょう、いや沖縄来てください。今あ沖縄なんだっけ、ゆうやさん沖縄、沖縄にいる、遊びに行きましょう。私その明日その那覇のもうちょっとこっち側のところのそこに遊びに、さっき言ったね谷に遊びに行く以外は、24までのうちのどこかで、ダイビングをします。ダイビングしてそれはもうねショップにこの日程でいますって言って、天気のいい日に今日明日行くぞみたいな、明後日行くぞみたいな感じで言ってくださいって言ってあって、ショップはチャタンにあるショップです。ん、目の前にいますよ。お めっちゃ面白いことが起きた。おはようございます。椅子がないから一緒に映れないけど、おはようございますびっくりした。目の前にいますよはさすがにビビるわ。遊びに来ましたよ。あれ今日は何お仕事？今日は普通に昨日4時あったんで、明日から宮古行きますけど、今日はフリーなんで。で宮古は何しに行くんですか？2月の26日にプペル公開なので、あそれのお手伝いに行きます。そうだそうだそうだ、来てね。ほらほら、はい、そっか。えそんなに、だって明日って20日？20日。いやそんなに早くから前乗りする？もういろいろ準備してるんで実行委員会が。すごい。手伝いに行こうと思って。で今日フリーだったんで。あれ石垣じゃないや、宮古島か。僕は石垣島です。あ石垣島。はい。まずは宮古島で。あ宮古でもやって石垣でもやる？石垣はまだ決まってないんですけど、宮古は映画館が運営してるんでそこに配給が。たのでそれで上映します。なるほど。え皆さん聞きましたってことですよ、沖縄来た方がいいんじゃないですか3週間上映するんでぜひ来てください。ここから宮古島ってどうやって行くんですか？飛行機200キロ離れてるんで大変だ、はい、高速船とかじゃないんだ。いいよ、船だったらもっと6時間とかかかるんじゃないですか。船出てないので飛行機だけですね。そうなんだ。30分ぐらいで着くんで。えご近所だな、うちから千葉に行くより全然近いじゃん。全然近いもん。飛行機でピュッと石垣島も
50分ぐらいなので、ね、で飛行機代どれぐらいで行けるんですか？飛行機代は高くて1日前とかで1万いくらかな、うん、当日やったらもう2万超えてきます、うんうん、それは往復？いや片道。あ、高いですね。高い。片道。もう事前に飛行機のチケットは取った方が安いかな。だそうです。上チュンもちゃっかり映ってる、笑って書かれる。誰ですか？のんさんですか？のぞみさん、のぞみちゃん、はい。これから名護に遊びに行こうかなと思ってお誘いに来たんですよ。あ、名護？はい。名護は何かあるんですか？アートフェスティバルっていうのがあるので。行く行く、はい、もう名前だけで遠くに連れてってっていうブログ見たんで、うん、近くにいたんで。やばい、書いてみるもんだな。みんな書いてみるもんだよ。僕いたらもうすぐ遊びに連れてきます。え、マジで？はい。え、これ食べたらもうじゃあいける？全然いける。ゆっくり食べてください。やったー。みんな聞いた？今日の行く先変更だわ。アメリカンビレッジあたりをブラブラしようかなと、この海岸沿いを走ろうかなとか言ってたけど、全然そんなんいつでもできるわ。海岸沿いにもサロメンバー住んでる方いますよ、何名か。シャタンで？シャタンで。うん。多田さんも近くですね。あのウルマドームの多田さんも。うんうん。あ、そうなんだ。はい。シャタン、みんなでじゃあここでストレッチしようよ。声かけてみますか。朝活で。なんかまあ朝じゃなくてもね、土日さ、え、はい、なんかみんな何やってんだろう。30分ぐらいストレッチここで。あ、じゃあ声かけときます。して帰るみたいな。普通に近くですよ。いやいや、私泊まってるとこそこ。めっちゃ目の前。目の前。変更してよかったじゃないですか。いや、本当に本当に。もうあのこんなとこ人泊まるのかって。アメリカンビレッジも行きましょう。あ、行きましょう。え、っていうか来てください、合流しましょう。誰だコメントしてるの？あ、のんちゃんですか？うん、はい、今から拾いに行きます、のんちゃん。うん、やった。じゃあゆっくりご飯食べててください。僕散歩しておきます。あ、了解です。はい、初めて来た。初めてということで今日の予定が決まりました。なん、どこって言ったっけ？あ、名護って言ったっけ？あっち人だ。やった、嬉しい。皆さんは私の会話よりもこの海とね、太陽、え、めっちゃいい天気なんだけど、ちょっと私こんな感じでいいか。海を見てください。そして、沖縄の皆様沖縄の皆様は、チャタンに集合してください。うーん、明日明後日土日、明日はダメだ、明日はですね、あれに行くだ、明後日日曜日か、あれでもいいね、23日祝日だからでもいいね。うんか、ここでみんなでストレッチしましょう。ストレッチと筋トレ、まあ、筋トレはでもまあいいや。ストレッチ30分。うんね。朝ごはん持ち寄ってそのままここで朝ごはん食べればいいじゃん。ここどこですか？ここは沖縄のチャタンです。北の谷、東西南北の北、うん、谷って書いてチャタン、チャタン町っていうところです。このここからもうあのこっち海岸沿いずっと行ったところに、うんと、アメリカンビレッジがあって、そのもうちょい先行ったところに、私がお世話になっているダイビングショップがあるんですよ。ライセンスを、オープンウォーターもアドバンスもそこでお世話になって取ったんですけど、で今回も晴れてる日、あの条件のいい日に1回ぐらいは潜りたいなと思って、とりあえずチャタンに宿を取りました。25からね、沖縄天気崩れるっぽいんですよ。降水確率90とかもう絶対降るじゃんっていう。うん、うん、七味持ってきてたのに入れるの忘れた。うん、まあいいか。もうなので、の天気が崩れる日25までチャタンにいて、まあ、タイミングいい日に
海に出る。で、25チェックアウトして、25から以降は、那覇にいますので、那覇の近くに住んでいる方もしいたら遊びましょう。なんか雨なので、で観光も特に別にする予定がなく、首里城行くとか、まあそういうのないので、なんかなんだろうな、沖縄って美術館とかあるんですかね？美術館とか、あとはそういうとこでもいいな。メイク道具昨日買っといてよかったわ、人に会わないからいっかとか思ったけど、無理やり買っといてよかった、今日人に会った。セーフセーフ、危ない。なんかすっぴんでズームをすることに慣れちゃって、可愛いマスク、あーね、これ何日か前に投稿した、二重マスクは必要ないみたいなやつにリンク貼ってあるので買ってください。これ見た目が可愛いだけじゃなくて、あれですよ、安全性がめちゃくちゃ高いです、高性能です。詳しくは私が動画で解説してるので、ぜひその動画を見てください。マスクのね、投稿が上がってますの同じ内容でノートも書いたし、その動画自体は YouTube の方で Vlog としても上がってる。いや、YouTube 配信できないのマジないわ。登録者数がね、1000人いかないと YouTube でライブ配信できないんですって。なので皆様積極的にチャンネル登録してもらってもいいですか？あー、沖縄で YouTube 配信するって決めたのに。うってさ、Twitter でしか繋がってない人、Facebook でしか繋がってない人とかいるとさ、どっちでやったらいいか分かんないじゃん。なんかの YouTube にしようと思ったのに、YouTube ができないとか、終わったよね。青い海を見せながら口を言うっていう。なんか画面だとあんまり天気いいように見えないですよね。あんまり空も海も青くないかな、どうかな。海めっちゃ青いんですけどね。どうですか皆さん。また近くまで行って、しかもインカメじゃなくしたらちょっともうちょっと綺麗に映るのかな。まだね、若干雲が多くて、でも切れ間から太陽が出たらめっちゃ高い。太陽ってすごいですよね。なんか太陽が出てたから洗濯機回そうかなと思ったんですけど、まだ昨日の着てた分しかないから明日でもいっかとか思っちゃいました。ちゃんと洗濯物干すロープと、あとね、あれを持っていた、ハンガーと物干し、何こういうやつ、洗濯バサミがいっぱいついてるやつ、あれ名称なんて言うんだろう、あれ、こういうやつこれ洗濯バサミ、こういうやつ持ってきた。あと洗剤とあれも持ってきたんだよね、なんちゃらビーズ、なんだっけ、なんか香り付けのやつ。でも洗剤無料で置いてあった。洗濯機どうやら有料っぽいんですけど、コインの入れ口がね、こっちにもこっちにもあるの。どっちに入れたら動くんだろう、なんか説明書がなくて。ワンちゃん連れてお散歩してる人とか、ダンとかめっちゃ多い。あと外人さんがめちゃくちゃ多いです、ここの辺り。日本人あんまりいないんじゃないかな。昨日も夜ここ通って買い物に、スーパーに行って、で今日も朝からずっとほぼここにいるんですけど、圧倒的に日本人よりも外人さんの方が多いですね。そういう地域なのかな、沖縄って。そうなんかな、そんなことないか。
と、なんか今日急遽そのアートフェスティバル、なんて言ってたっけ、名護に行くので、もしこれをご覧の方で沖縄にいて、今日私のために時間を使っても、会いに行ってやってもいいよという方がいたら、そこで待ち合わせをしましょう。すごい、こんなにダラダラ喋ってるだけなのに、まだ3人の方が見てくれてる、ありがとうございます。本当に全然私の声はミュートでいいんで、景色だけ景色だけ見ておいてください。沖縄の人があまり歩かないだけかも。ああ、そういうこと、そっかそっか、移動とか車だもんね、沖縄の人は。でもさ、ここ散歩とか、散歩とランニングと、なんか私みたいになんかここら辺になんかシート引いて、うん、サンドイッチとか食べてる外人さんとかもいたな、さっき向こう側に。うん、散歩とかもしないのかな。めっちゃ走るのここ気持ちよさそうなんだけどな。私いつもランニングコースは多摩川の土手なんですよ、家から近いから。土手を走ってるんだけど、まあ多摩川ってね汚いから多摩川って汚いから、ここの方が全然なんか走って気持ちいいし、目でも見て気持ちいいし、良くないですか。砂かいてる。ハレンさん、沖縄楽しんでくださいね。あ、キューナさん、キューナさん沖縄じゃなかったでしたっけ、あれ違うっけ。キューナさん沖縄でしたっけ。今日名護に行きますよ、急遽。行きましょう、一緒に。これね、誰が見てるとかなんかわかんないのはなぜだろう。なんかフェイスブック仕様が変わったのかな。うん、宜野湾、宜野湾ってどこだっけ。上の方沖縄の地理がね、半分から上はもうわからない。基本ダイビングでしか来ないから、拠点がいつもチャタンなんですよ。那覇空港降りてチャタンみたいな。で、まあ、そっからなんだっけな、どこだっけ、忘れちゃった。もうちょい上の方までは車で行って、まあ、そこからボートダイビングとかするときとかは、そこから潜ったりとかするんですけど、あの、青の洞窟があるあたりとかも行ったりする。それはボートじゃないけど。宜野湾ってどこだっけ？するから毎日配信してたら飽きちゃうかな。飽きちゃうよねもう海いいよってなるよねでも朝のストレッチいい感じだったな。今日ね、撮影も一緒にしたので、早回しでどっかにあげます。どっかっていうか YouTube だな、 YouTube と、あと鍵垢にも一回投げてみようかな、早回し。みんなもっと参加してほしい。誰が見てくれて誰がいなくなったかとか全然わかんないんですけど、人数がコロコロ入れ替わって、
ここは沖縄の北谷町です。北谷っていうところにいて、今朝ごはん中です。キッチンがあるので、昨日スーパーで買っといた食材で普通にご飯作って、あったかいお蕎麦だったんですけども冷めちゃった。うん、食べてます。食べ終わったら名護に行きます。朝はちなみにここからストレッチと筋トレをズームで、オンラインクラス、オンラインレッスンやってるんですけど、それをここからやりました。海をバックに。正直寒かったこちら今朝もめちゃ寒いから暖かみ感じます。でも風ある場合朝起きれなくなってしまった。あ、村尾さん朝起きてください。朝起きれないのはね、寝るのが遅いからじゃないですか早く寝たら早く起きれますよ。私この間やっちゃったんですよね。8時半から私今快眠ストレッチっていうのもやってて、寝る前に1日の疲れを取って寝ましょうっていうのをやってるんですけど、8時14分とかだったかなにズームパソコン立ち上げて、でグループメッセージのところにズームオープンしました、で時間になったら始めますねって言って、私も10分前ぐらいになったら入りますって、スマホね、スマホとパソコンで、ね、入ってるので、スマホの方私も10分前になったら入りますねって打って、で快眠ストレッチのクラスなのでリビングになんかねマットを引くんですよ。マットです。ベッド、そこで寝てるわけじゃないんですけど、を引いてベッドに寝てるみたいな感じでズームやってるんですけど、まんまと8時半になる前にそこで寝ちゃっていや、あと15分くらいで始まるよっていう時まで起きてて、メッセージとか送ってんのに時間になっても始まらないって言って、私に電話がかかってきて、でも電話でも起きなくって、もう今日は解散しましょうみたいな感じで受講者さんが解散するっていう本当にやらかしちゃって、でもシステム上返金ができないんですよ。サイトを通して予約してもらってるから。なのでもう振り替えを、あ、見てめっちゃ太陽なので、まあ振り替えをね今度やろうっていうことにはなってるんですけど、まあそれぐらい早く寝れば朝起きれますよ。私今日もだって昨日、私ね昨日寝たの遅かったんですよ。ご飯食べ始めたのも遅くって、そっからなんか Vlog 上げたりとか、なんかわちゃわちゃ SNS 更新しながらご飯食べて飲んでってしてて、寝たのがね全然、その8時半までに起きてられるのも辛いみたいな感じの私が寝たのが10時、11時とかかな、わかんないけど結構遅くまで起きてたんですよ。だけどいつもの習慣だから普通に4時前に起きましたね。あ、やばい、スマホバッテリーがない、落ちちゃうかもな。そう、習慣化ね、何でもかんでもそうですけど習慣化が大事です。悪しき習慣はもうやめてしまえばとってことないです。オリラジなっちゃんが言ってた、だったら酒やめろって感じなんですけどね私。宜野湾は北谷から少し南です。お時間ありましたらお茶しましょう。名護楽しんでください。少し南、なるほど、ちょっと検索してみます。お時間はねめっちゃあるんですよあちこち観光する予定がないので、まあ、つもりがないっていう感じかな。ゆっくりしたいんです。ゆっくりしたいので観光地へは行かないです。これもしかしたらそろそろ落ちちゃうかも。バッテリーが少なくなっています。あと 20% です。 20% あれば大丈夫か。まあそんな感じです。あ、また新しく見てくださってる方いますね。これそっか、ライブに招待する形式にすればいいんだ。シュレバだってライブ招待して会話したい人なんています？あ、いないかずっと一人で喋ってるの一人でご飯食べながら一人で喋ってるの。
ちなみに、まあ、今この音はヘリコプターなんですけど、シャタンは飛行機が結構ね近くを通るんですよ。だからうるさい時はめっちゃうるさいですよね。でもいいとこですよ、海辺。実際住むってなったら家とかね、多分潮風で大変なんでしょうけど、旅行はねいいですよね。街中より絶対いい。だってここ泊まってるとこから徒歩10秒ですからね。良くないですか。終わろっかな。何分喋ったかな。そうそう、食べ終わらないと。な感じです。見てくださった方ありがとうございました。ちょっとまた沖縄の景色をどうにかこうにか届けられたらいいかなと思います。アマリーさん海行ってくれてた、ありがとうございます。あー、ふみこさんいい景色ですね、ありがとうございます。そうなんですよ、ありがとうございます。そんな感じで、YouTube ライブ配信が登録チャンネル登録者数が1000人に行かないとできないらしく、始めたばっかりなので全然いません。40人ぐらいしかいないからできなかったので Facebook から急遽配信しました。はい、あの皆さんとりあえず YouTube チャンネル登録してもらってもいいですか。ということで終わります。またやります。 Twitter 本赤でやる時もあるかも。 Twitter の本赤明け染めカレンで検索しといてください。よかったら。ということで終わりましょう。あ、村尾さん見てくれてたんですね、ずっと継続で、ありがとうございます。ではでは、最後は景色で終わりましょうね。こんな感じですね。アメリカンビレッジあっちですね。観覧車見えますかね、ちょっと遠いから見えないかな、という感じでした。またお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。